はい、どうもタダチャンネルです。急遽カメラを回しております。仕事帰りにまたもや食材を発見いたしました。おそらく猫か天なんですけど、まあ天だったらね、まだジビエとして食べられてるとこもあるんで、弔いとともにまあいただこうと思います。それでは行ってきます。この橋の中間ぐらいですね、多分猫かなんだろう、猫かもしれない。真っ赤あたりですね、いますね。なんだろう、やっぱ天ですね。天やな、またまた天やな、天ですね。まあこんな感じでね、45リットルの袋をいつも持ち歩いていて、食材があればね、友達に連絡いただいたりして取りに取ります。まあこれをね、一晩冷凍します。冷凍してダニ類を殺してしまって、そこからさばこうと思います。はい、ってことで一晩凍らして解凍しまして、ダニとかを死滅させたものがこちらになります。はい、それでは開封していきます。ここからはね、閲覧注意の動画になりますんで、苦手な方は退出ください。まあ一応僕収益化させてもらってるんですけど、魚とかねさばいてる時は内臓とか出ても全然ね広告つくし制限もかからないんですけど、やっぱりね両生類、まあカエルとか哺乳類とかなってきたら、やっぱすぐに制限ついたり広告がねほとんどつかないってことになりますね。まあなんで、まあ、僕もねできるだけまあ収益はいただきたいですし、あとねやっぱり魚は見やすくて哺乳類は見づらいっていうね人間のみんなの心理もわかりますんで、やっぱり見やすいチャンネルにしたいと思うんで、哺乳類だとかの内臓系はできるだけ避けようと思ってます。なんでね、まあ、ここからその砂漠シーンはカットさせていただきます。まあ、なんでね死骸を前にして言うのはあれなんですけど、ここ2年ぐらいでねこの天の死骸だとか生きてるやつ含めたら7体ぐらい目撃してるんですね。それぐらい天がいっぱいいるってこと、まあ、それだけ天がねこんだけ増えれるだけの自然があるってことは嬉しいですよね。それでは全ての食材に感謝を込めていただきます。はい、こんな感じでね、手先と頭とね毛皮を取りました。内臓もできました。まあここまで来たらねだいぶもうグロって感じじゃないんですけど、まあ多分これでも広告が多分黄色マークつきますね。まあしょうがないです。でもこれはねやっぱさばくとこも見ていただかないとね、美食家チャンネルなんでね、主に食べていくところはね手足になります。首とかあるんですけど、まあでもね背中もほとんどないですね。まだね関節を探りまして、で見つかりました。ズバリとこんな感じでね取れました。こちらも同じように関節を探りまして、大体ここらですよね。丸い大腿骨のね根元が見えましたら、はい、こんな感じでねちょっとだけ切っちゃいましたけど、大腿骨の丸いとこね、はい、こんなふうに取れました。そして肩はですね肩甲骨から取りましょうか。肩甲骨がこう出てますんでね、そこをこうスライスしていきます。肩ごと取っていくイメージですね。はい、こんな感じで、でこちらの方も肩甲骨が見えますんで、でこんな感じで切れ取りました。これもねガブリといけますけどね、このね塊で。そしてね今日はちょっと変わったことしようと思います。いつもいつもねそのまんまをね焼いちゃってるんですけど、今回はもう一手間かけようと思います。骨付き肉みたいな感じに出したいんで、この時点で骨付きなんですけど、スペアリブみたいな感じで食べれるように下の肉をね取っちゃおうと思います。こういうふうに細いじゃいます。こんな感じでね棒付きで食べれるように、この関節も多分ね焼いたら固まりますんで、
前足の方はねちょっとそぎ落としづらかったですよね。後ろ足の方はこんな風にねいい感じにスペアリブ状になりました。これでね調理していこうと思います。お肉の水分をキッチンペーパーで切っていきます。そしたら竹の串で穴を開けていきます。結構たくさん開けましょう。そしたらお肉の両面にまずは塩結構たっぷりめにかけましょうか。そして胡椒、肉の下処理は完成です。そしたらお酒、醤油、みりんを同じ分量で入れていきます。醤油、みりん、お酒、そしたら混ぜていきます。はい、そしたら次に水菜を用意しましてこれぐらいですかね。そして根元を切りまして3センチほどにね切り分けていきます。そしたらフライパンにサラダ油をひいていきます。そして火にかけていきます。中火にしましょう。油が温まってきましたらこちらお肉を入れていきます。で蓋をしましょう。これでね5分ほど加熱していきます。では5分経ちましたらひっくり返します。でまた蓋をします。さらに5分経ちまして、このぐらい焦げ目がつきましたら最後に先ほどのねタレを、タレが煮立って多少ドロドロしたぐらいになったら火を止めますね。だいぶね、お肉にも味が染み込んでタレもなくなってきたところで火を止めますね。やっぱねジビエなんで多少ちょっと黒っぽくはなっちゃうんですけど、まあ、いい感じですね。そしたら盛り付けていきます。そしたらその水菜を添えていきます。そして最後にマヨネーズをかけます。天の照り焼きスペアリブ完成。すべての食材に感謝を込めていただきます。天の照り焼きスペアリブいただいていきます。よし、いただいていこう、食べていこう。これ見てうまそう。いただきます。うん、お、やっぱね柔らかくなってる。最初硬いかなと思ったんだけどだいぶ柔らかくすることが成功しました。で臭みもないですね。グー、前々から思ってはいましたけど、天はやっぱりそんなに臭くないですね。まあ肉は硬いですけどね。うん、下味もしっかりついて、塩コショウでごまかしたっちゃごまかしたみたいな感じになるんですけど、元からそんなに臭くない感じですね。臭みが弱い方ですね。ジビエとしては食べやすい方なんじゃないでしょうか。前足もいきます。満足な量の肉がついてますね。いいね。ありだね、これは。いただきます。うん、おいしい。これいけるね。結構きれいにこうやって骨から剥がれるんで臭くないね。やっぱり漬け込むとかそういう特別なことはしてないんですけど全然いける。これは鶏のメスの卵を産み終えた後の、まあ、ハイドリ、まあ、捨てる用の鶏ね、
を肉にしたりするみたいなんですけど、その肉のちょっと硬いニワトリみたいな、そんな感じですね。ジビエの中ではうまいブルーに入るんじゃないでしょうか。何ら口の中で違和感ないですね。うめえ。それではゆっくり食べていきます。ごちそうさまでした。それではいつものコカ・コーラいきます。うい、照り焼きスペアリブに合います。はい、ということで今回の天の照り焼きスペアリブは大成功でした。本当に美味しかった。これはね、硬い鶏って言われても気づかないと思います。それぐらいやっぱ天がね、臭くないっていうのを何回か食べて改めて感じましたね。個体だったり状態だったり料理法だったりでね、味の感じ方変わるんですけど、一通りいろんなやり方を試してみて、やっぱ天はね、何やってもやっぱ臭くないですね。状態も結構これ数日経ってたっぽい、まあ亡骸だったんですけど、全然ね味も落ちてなくてね、食べやすかったです。でなんでね、漁師さんとかがね、まあ天を狩るってことはなかなかないと思いますけど、まあそういうね猟友会の方とか知り合いがいて食べる機会がありましたら、ぜひ天の照り焼きスペアリブ挑戦してみてはいかがでしょうか。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。